しのちゃんですね。篠塚誠一郎リングアナウンサー、若い。あ、この道の奥のインテグラルハートはこの頃から変わらんすね。入場セレモニー、入場式ではなく入場セレモニーという言い方です。ご覧ください、入ってますね。1ヶ月前にデビューしたばかりのグランなにわでございます。この T シャツいいな。はい、こちらが紫龍選手、まあ、後の平成海援隊、そして海援隊デラックスでも活躍いたしました。道の駅プロレスの1番手米川明宏、1番手がその数ヶ月後には現人化しました。あー、姉さん若いな。テリーボーイです。1番がいっぱいいますね。こちらも期待の1番星です。高道の駅、前髪はまだそんな伸びてません。そして新生 UW に上がっていた男がなぜか道の駅に迷い込み、ウィーリーさん、あ、これが新崎人生ですね。これが極悪坊主時代の新崎人生、悪そうな顔しております。まだ修行がなされていない時代でございますので。はい、これがマスクマン佐藤でございますね。たまに東郷さん今も復活させますけど。そしてこの時点での UW 世界ウェルター級王者、なにわのチャンプスペルデルフィン。我らが英雄ですからね。いや、しかし入ってるね、この日ね。ああ、石川カメラマンですね、やっぱこの日ね。GS って書いてありますね。ガソリンスタンドではございません。まあ、マスク越しにも若いね、やっぱね。会長も。ハキハキしてるなぁ。はい、改めて引退をかけると1000人の皆様に宣言いたしましたザ・グレート・サスケ。正規軍とデルフィン軍なり分かれてますね、がっちり。あ、これが田尻選手。この時点ではまだ組まれてなかったんですね。対戦要望書だけ送ってたと。さあ、それに対し米川が噛みつきます。お、ここで米川コール。一瞬佐々木健介さんかと思ったら田尻さんでしたね、この方ね。まあ、もちろんここは東北ですので大米川コールになります。スーツ姿で乱入してまいりました田尻重和が一旦下げられますね。で、ザ・グレート・サスケが意味もなく米川の肩を叩いております。まあ、これは前回もそうだったんですけども、まあ、当時、まあ、東北をルチャの都にっていう、まあ、いわゆる、まあ、大衆娯楽としてのプロレス、まあ、これを、ね、見せるというあれでやったんですけど、結構ピリピリしてるんですね。北上川を流れる、まあ、波乱で来てます、今日の相手はグランなにわ選手ということで、フランケンシュタイナーを受けてですね、北上川の中に放り込んでみせますので今日は見ててください。はい、グランナニアを北上川にフランケンシュタイナーで放り込むという宣言を紫龍さんがしても、紫龍さん日本語流暢ですね。さあ、これはね、あの皆さんご承知の通り、カニ道楽のテーマに乗って、入場してまいりましたグランナニアでございます。
まあ本当このマスクもね懐かしいですね。そしてこちらが紫龍、まあ、この頃からこのポーズしてたんですね。あの海援隊に入ってからマスクのデザイン変えたんですけど、このデビュー当時の紫龍先生はこういうなんか縦紙と申しますかね、あのまあ獅子のねをモチーフとしたマスクだったわけでございます。さあ道のくプロレスにとってもまあニューキャラクターになります、グランなにわです。そしてこちら紫龍、この紫龍が1ヶ月前の6月に新崎人生のデビュー戦の相手を務めました。まあ、デビュー戦からこの紫龍を圧勝したと、念仏パワーボムで圧勝し、そこからも連勝街道ずっと続いているという状況の新崎人生でございます。さあグランなにわ対紫龍と、まあ本当にもう当時のねえ道のくプロレスを象徴する一騎打ちですね。アーリー道のくのもう人気キャラクター同士の一騎打ちでございます。これはさばいてるのは薬師寺さんですかね、デビューする前の薬師寺さんかな、映ると分かるんですけども、うん、やっぱヤックンですねこれね。まあ入場式を見ての通りほとんどがマスクマンですから、まあ、この辺もやっぱり当時としては斬新だったわけですね。マスクマンが主流のプロレス団体、あやっぱ薬師寺正人選手になる前の薬師寺さんですねこれね、若手の修行の一環としてレフリングもやっております。まあ、やっぱり東北の、まあ、おじいちゃんおばあちゃんあるいはちびっ子たちにもこう分かりやすいキャラクターが分かりやすく伝わるということで、まあ、マスクマンを主とした団体になったわけでございます。まあ、見ての通りもうこのマスクを見ればもうカニがキャラクターだっていうのは一目瞭然ですから、まあ、これぐらい分かりやすくなければ、やっぱりこう新日本全日本にはこう、ね、対抗できないということで、いろんなものが思考が殺されていたわけでございますね。まあ、その中から新崎人生のようなキャラクターも出てまいりましたし、そして何といっても道のくプロレスというひらがなの団体名、それまでは新日本全日本あるいはアルファベットの UWF とそういったものがプロレス団体の名前だったんですが、誰が見ても分かりやすく読めて、そして誰が見ても温かみが感じられる、東北ならではの温かみが感じられるというのを、目的、テーマとして道のくというひらがな4文字の、団体名にしたというのが東北の英雄ザ・グレート・サスケなわけでございます。ひらがなっていうのはですね皆さん本当いいものですよ、やっぱ優しさがあるじゃないですか。あのこれは僕よく文章講座で生徒たちを教えるんですけども、漢字とかひらがなの使い分けはやっぱりこう優しさであったりとか温かみであったりとかそういったものを伝えるには漢字でそれが書くことができても漢字では書かずひらがなで書くようにということをまあ教えてるわけですね。例えば優しいっていう言葉をひらがなで書くと優等生の優になっちゃってちょっと堅苦しいけど、ひらがなで優しさって書けば本当にその見ての通り優しさが感じられる、これが字面というものでございます。まあそういうことをザ・グレート・サスケは別に編集者じゃないプロレスラーでありながらそういうことが多分分かっていたんでしょうね。桜庭和一さんが僕っていうね自伝を出版した時も漢字で僕って書くよりもひらがなで僕って書いた方が桜庭さんのねあのなんかほんわかした感じがやっぱ出るじゃないですか。ひらがなと漢字はそういう、使い分けができるわけでございます。それを初めてプロレス団体で生かしたのがザ・グレート・サスケなわけでございます。まあキャラクター重視のこの道のくプロレスなわけですけども、ご覧ください。第1試合もうきっちりとしたねオーソドックスなレスリングが繰り広げられておりますよね。見栄えは非常に濃いキャラクターでもやってるレスリングはそしてましてや、ルチャ団体を名乗っていてもオープニングマッチはちゃんとこういった基本、こういった基本的なレスリングで1000人の皆様の目を引きつけております。キーロックで何話の動きを止めております紫龍です。まあ、もちろんこの時点で紫龍選手飛び技出そうと思えば出せるんでしょうけども、立ち上がりからポンポン出すようなことはいたしません。まあ、この時点でまだ10代だったかな、何屋さんは10代か20歳になったばかりかそれぐらいだったと思うんですけども、まあ、そんな若いグラン何屋
を相手に、まあ、キャリアで勝る紫龍が、オーソドックスなグラウンドで攻め込んでるというところですね。ナニアもやり返そうとするんですが、やはりグラウンドテクニックでは一日の長があります。その紫龍の腕を再びハンマーロックで捉えました。グランナニア6月の、まあ、大阪あれですね、あの時は脇田プロダクションだったかな、脇プロ、要はデルフィンさんのところの主催興行として行われた大阪で、デビュー、このグランナニアとしてデビューしたわけでございますね。まあ、ちゃんとお客様も固唾を飲んで見てくれてますね。多分宣伝文句としては先ほど言った通り東北をルチャの都にって言ってたわけですから、まあ飛んだり跳ねたりがねたくさん見られると思って、多分この日初めて見に来た方も多かったんではないかなと思うんですけども、そういった中でもしっかりと第一試合は飛び技を乱発することなくグラウンドの攻防、これを見せております。試合時間5分経過いたしました。第一試合、まあ、あと先ほど入場式でサスケ選手が溢れてたんですけども、まあ、確かに言われてみれば盛岡市内はこれが初大会だったんですね。盛岡市内っていうのは、まあ、この当時いわゆる岩手県体育館というだだっ広い体育館しかなくて、まだまだ旗揚げしてばかりの道のプロレスはそれほど広いところで、開催することがやっぱ、難しいということで、盛岡市内以外の、東北6県プラス岩手県内を回ってたんですね。だから旗揚げ戦も矢巾町民総合体育館という、岩手県体育館と比べたら一回り二回り小さい会場で旗揚げしたわけでございますね。まあ、そうやって盛岡市内ではなかなか大会を開催することができなかったんですが、まあ、旗揚げして最初のビッグマッチはやはり本拠地と申しますか、道の駅プロレスの、団体がね、あります盛岡市内でのビッグマッチということで、岩手県体育館ではなくこのマッハランドという駐車場を借りることによってこれが実現したと。先ほどから優位に試合を進めているのはやはり紫龍ですね。それに対しまだやっぱりナニア選手もねデビューして直後なので、先ほどのハンマーロックあるいはこういったヘッドロックにしてもなんか一つ一つ自分で確認するかのように出してますね。まだまだちょっと自信がないんでしょうね。覚えたての技という感じでございます。しかしこのラリアットは瞬発力ありますね。まあ、ああいったグラウンドの攻防だとちょっと分が悪いので、この辺で流れを変えてきたでしょうか。それに対し、モルタルを切る。タックル浴びせてから。裏からな北上川まで吹っ飛ばすか。今度はカサドーラを狙ったが、投げで。さあ、相手を威嚇いたします。おじぎついてしまいました。グラナにはちょっと待ったという感じです。まあ、この辺りから動きがスピーディーになってくるかもしれません。カニ男って声が飛んでますね。そのまんまの、まあこの辺はやっぱ東北らしいですね。そのまんまの声が飛ぶというカニ男という、ヘッドシザース、これを元に戻す。もう一回トライしてちゃんと投げるというね。さあ飛び越えて足を取ったのは紫龍。紫龍何を狙うんでしょうか。おお、後転して爆中してドロップキックです。さあリング下に落ちました。第1試合から場外技が出るでしょうか。ああ、これはフェイントだ。何はどうだ、見た方頭がいいだろう。しかし油断してしまいました。相手を自爆させたと思っていたんですが油断してしまいました。まあ、このグランナニアですが、この1ヶ月前ですね、6月2日、先ほども申しました通り脇田プロダクションの大阪府立臨海スポーツセンター大会が開催される前に、道頓堀の橋の下にいたところデルフィンにスカウトされて、まあ、プロレスラーになったと。このグランナニアは道頓堀の橋の下にいたんですね。はい、そしてそこからデルフィン軍団に加入したと。この時点でのデルフィン軍団はスペルデルフィン、新崎人生、そしてこのグランダニワです。だ
ヒールなんですね。こう見えてグランナにはヒールでございます。これこの時点で、シリュウは道の正規軍です。レッグドロップ出しましたね。カウント2で返します。ちょっとあれですかね、現場でのラジオ中継の声拾ってますかね。テント、仮設テントみたいなところを設置して、そこで確か、ラジオ中継、収録されていたと思われます。ハーフボストンクラブ逆肩エビ固め。とにかく旗揚げからのそのまあ構想劇は、道の奥正規軍、サスケ率いる道の奥正規軍と、そして、スペルデルフィン率いるデルフィン軍団の構想劇、これが、道の奥のリングの、中心の流れの中心になっていくわけでございます。まあ、その、まあ、最初に訪れた一つの、まあ、何と申しますか、決着の場ですね。それがこのマッハランドでございます。なので、メインイベントのデルフィンサスケ戦以外もやはり正規軍対、デルフィン軍団というのが、まあ軸になっているということですね。この第一試合と、そしてこの後の新崎人生対テリーボーイ。高道の区はこの時点ではまだデルフィン軍団入りしておりません。なので道の区正規軍の先輩対後輩という図式でセミファイナルは組まれております。さあ、ここは STF ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック。シリュウがじわりじわりと、やっぱこうやって見るとね、その後のシリュウ選手と比べたら相当やっぱり飛び技を抑えて、こういうグランドの攻防、あのレスリングを中心にやってますよね。だまだまだシリュウというプロレスラーのスタイル、あるいはカラー、そういったものが、まだ確立されてない段階です。しかしこれはこの時代からやってたんですね。まあそこからくるっと回って金ちゃんジャンプっていうふうにも、さあここは飛ぶか、ここは飛んだ。ちょっと距離が遠かったんですが、それでもなんとかヒットさせました。トペ、スイシーだ。まあ、ビッグマッチですからね、ビッグマッチではもう第1試合から自分の持ってるものをね 100% 出すというのがビッグマッチでございますので、通常のシリーズのね大会とやはり違いますね。前回ご覧になっていただいた通り、旗揚げ地の道のくプロレスはメインイベントまで、ま、なかなか飛び技が出ないわけですね。でメインでサスケが飛んだ時に、まあ、ドッカンとくるというのが、まあ、このアーリー道のくの、まあ、興行スタイルと申しますか、メリハリだったわけでございますけども、ビッグマッチに関してはもうオープニングマッチからメインイベントまで、とにかく自分たちが持っているものを、お客さんに見てもらおうということで、第1試合からシリュウが飛び技を見せました。さあタックル、どちらも引かない。前方回転、身固め、まあ、こういう技でもね、スリーカウント取れますからね。しかし、ギリギリで返したので拍手喝采です。高角度、前方回転、身固め、これも返す。デルフィン軍団、ルードなのに、えらいなんか人気、っていうか、声援もらってますね、なにわさんは。まあ、大試合なので、あんまりこう軍団対抗戦っていう目では見てないのかもしれません。まあ、まして、初めて道の区見るファンも多いでしょうからね。これもカウント2で返す、粘ります。グランナには、さあそろそろ勝負に出るでしょうか。シリュウ、何をやる、今でいうとこのスワントーンですね。まあアトミコですけども、これがかわされました。そしてナニアは対角線上に振る。これはと当時から得意としておりましたブルドーキングヘッドロック。15分一本勝負ですので、もう時間がありません。さあこれで、さあ足を固定してのリバースフルネルソン、これはコテコテクラッチですね。はい、コテコテクラッチでギブアップ、なにわ逆転勝利。この時は何やスペシャルとコールされたんですが、後にコテコテクラッチと正式名がついた技でございます。グランナニアの逆転勝利、薬師寺さんと抱き合っておりますね。
はい、どうでしょう、オープニングつかみは OK という感じでございましたが、まあ、これがねビッグマッチの第1試合だったわけでございます。客席見るとデルフィンさんとサスケ会長の、マスクをかぶって、まあ、この頃からやっぱりね、道の区の会場は結構客席にマスクをかぶってる人たちが点在してるという、マスクをかぶりながらプロレスを観戦するという文化がもうこの頃からは、この辺りからはこうチラチラと見えますね。さあ、これは第2試合というかエキシビションマッチでございますので試合の中には数えられないんですが、ご覧ください、スパッツ姿のデビュー前の星川尚弘選手ですね。そして対戦相手、1990年1月の時点では、新生 UWF に上がって鈴木みのるとも一騎打ちを行っていたウィーリーさんでございます。さあこちらが正式デビュー前の星川尚弘、そして UWF 戦士でございますウィリキンスジュニア、ウェリントン・ウィルキンスジュニアさんでございますね。まあ、この後から、米原人が、道の区のリングに上がれるようになってからは米原人との名勝負数え歌、100両者リングアウトという記録を樹立した、ウィリーさんでございます。砂漠レフリーはテッド田辺さん。5分間エキシビションマッチでございますので、勝負が決まっても、5分間、続けられます。まあ、こういうのを見るとね、今の道の区の大瀬良選手あるいは川村選手、この頃の、おーっときついきついきつい、この頃の星川さん、若手だった新人だった頃の星川さんと同じね、あなんていうかあの道を歩んでるっていうか、どんなにキャラクター天国の道の区でも、あの駆け出しの頃はしっかりとしたものをやっぱ身につけるために、まあこういうね、あの没個性的な黒のスパッツでリングに上がって、まあ、先輩たちに試合を通じて鍛えられると。あテッドさんのこの声懐かしいね、甲高い声ね。あそう、明日明後日の日曜、私テッドさんのお墓参り行ってまいります。はい、名古屋でエルサムライさんのトークイベントの司会を務めますので、それが終わったら名古屋市内にあります、テッドさんのお墓参り行ってこようと思っております。これはいいタイミングでこれ見たんでテッドさんに報告できますね。もちろんこの試合エキシビションでございます。まあ、ましてはデビュー前でございますので、飛んだり跳ねたりとか当然やりません。この時点で、盛岡市内にありました道の奥プロレスの道場で、培ったもののみで、マレンコ道場からやってきております、ウィリーさんと対峙してるわけですね。まあ、まだこの時点では、まあ、あえて星川練習生と言いましょう。そしてこの同期のね、薬師寺さんがリングサイドで見てますね。今のはもろ手投げですかね、今のはね。さあ腕十字固め、クルックヘッドシザースですね。さあこれでタップしてしまいました。はい、これでワンポイント、何回、ギブアップ、何回、ピンホール、スリーカウント喫しても5分間は続きます。ドロップキックを見せます。しかし微動だにいたしません。星川尚弘選手は、この2日後ですね、あこれもフェイスロックでギブアップですね。このマッハランド大会の2日後の松島町民体育館で同じくウィリキンスジュニア戦で正式デビューを果たしております。だからこれは正式デビュー2日前となりますね。デビュー2日前のエキシビションマッチをビッグマッチで行っているという形です。入門はユニバーサルだったんですが、道の区プロレスが発足したということで道の区に移籍し、そしてその道の区でデビュー戦を迎えました。この星川尚弘、アキレス腱固めの掛け合いです。しかしギブアップしたのは星川尚弘、これ3ポイント奪取いたしました。ウィリー・ウィリキンス、まあ、やはり強いですね。こういうサブミッション、グラウンドに関してはやっぱり圧倒的に実力がある、実力差があります。
そして先ほど第1試合のレフリーを務め、この試合もリングサイドから熱い視線で見ております薬師寺雅人選手はこの、マッハランド大会の4日後の、二戸市体育館大会でデビューしております。デビュー戦の相手はテリーボーイだから薬師寺さんにとってもデビュー4日前に当たるわけですね。この日が、その後星川直弘薬師寺雅人組は98年に行われました道の駅2人旅で2人でタッグを組んで優勝を果たしております。本当に、初期の道の駅プロレスを、ね、見続けていた人たちにとっては星川薬師寺組というのは忘れられないタッグチームです。今の大瀬良川村組と同じですね。だからちゃんとそういった遺伝子をですね、大瀬良選手川村選手は受け継いだ上で今道の駅プロレスのリングに上がっているわけですね。タックルに行く。おお、これ崩した。さすがのウィリーさんもこれを切ることができませんでした。しかしタックルに来て足にしがみついているところフェイスロックに取ろうとします。そしてウィリーはバックに回って、これもさあスリーパー行くのか。場内星川コール、5分間エキシビションラスト30秒となりました。強引に後方に投げ捨てる。アンクルホールド、うわたまらんすね、このえぐいアンクル、思いっきり足首を。でも普通こんなにバン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 決められたら途中で心が折れるもんですけどもね。でも星川さんはもうこの時代からデビュー前からやっぱガッツで5分間いっぱいいっぱいになるまでこうやって向かっていったというね、貴重な映像でございます。あの星川直弘のデビュー前の戦いです。貴重な映像でございます。ポイントでは0対4でございますが、5分間戦い抜きました星川直弘練習生、この2日後に正式デビューを果たします。純正、お前はな、あんなに体がでけえくせしやがって、なんであんな反則ばっかやりやがる。正々堂々とファイトしやがれ。今日はな、決着戦でも何でもねえぜ。俺にとってはただの強化試合だ。俺の本当の実力を見せてやる。Everybody go final Terry Boy 一番、人生一番。いやたまらんすねこれはね。いやテリーボーイ時代のメンズテオ人生って英語で喋るかと思ったらそこから先が日本語でしたからね。さあそしてこちらがその新崎人生とマネージャーのミスタートヨタウォーリーさんですね。わあ、その新崎人生の入場時にテリーボーイがダイブして襲いかかりました。これは今日疲れました新崎人生。いやもう新崎人生というかあのミスタートヨタがやられましたね今のはね。この辺テリーバンクですね。まあ、バリバリにテリーバンクの影響を受けていた頃のテリーボーイでございます。さあ新崎人生、そしてその前には石川カメラマン。まあやっぱり若いっすね顔がね人生さん。ああミスタートヨタがテリーボーイの、ああさあ500年早いと言っていたスリーパーホールドをミスタートヨタがかけられた。ああデルフィン軍団のマネージャーのミスタートヨタがスリーパーホールドに、ああ敬礼してる。ああしかし人生がこれを救出する。そして後を追うように開始のゴングが出されました。シングルマッチ30分一本勝負、そしてテリーはさらに人生にもスリーパーホールドをがっちり張る前に人生がうまく場外に逃げました。さあこれまで無敗を誇っております新崎人生、このね白の袴のここに新崎人生って書かれていた時代ですね。すぐさま場外戦で流れを変えます。まあ、この時点でもかなりいい体格、これ新人とは思えないいい体格してるんですね。体格もそうですけどもかやっぱ顔も若い。
そして悪そうな顔。88番札所を踏破して修行を重ねるまではルードでございました、新崎人生。さあ、マハランドの駐車場のこの硬いフロアというか、コンクリートですね、コンクリートの上に椅子を敷いてのボディスラムです。1000人という大観衆が集まったマハランドのこの奥の方に行って、人垣に隠れる中で、無数の椅子でテリーボーイを埋め尽くしてしまいました。テリーという黄色い歓声が。さあ、そしてミスタートヨタがフットスタンプ。もうこの頃のミスタートヨタやりたい放題ですからね。もう悪乗りの調子に乗っちゃってですね、レスラーでもないのにレスラーにどんどん手や足を出していたのが当時のミスタートヨタでございます。そして勝ち誇っている。場内大ブーイングですが、それに不本意だとお気に召さない模様です、ミスタートヨタ。あー、ふらつくテリー。紙テープがあったら絶対紙テープまみれになっていましたね、今ね。リープロック、そしてリフトアップスラム。当時ゴリラスマルスラムと呼ばれておりました、新崎ゴリラ人生と呼ばれておりました、新崎人生。リバーススプラッシュは今でも使う技。今日この間の取り方とかやっぱ今と変わらないですね。そして地獄好きです。一切言葉を発しないということで、代わりにアジテーションするためにデルフィン軍団のマネージャーでありますミスタートヨタがついておりました。これも裁くレフリーは薬師寺正人です。4日後にデビューを控えております薬師寺正人。さあ、これはチョークになってるんじゃないかなとテリーボーイが抗議しております。まあ、これは後に分かるんですけども、この2人はプロレスラーになる前はトレーニングジムで共に働いていた2人でございまして、まあトレーナーとしてねアルバイトしていたんですけども、そこでこの2人は出会ってるわけですね。まあそこで出会った2人がまあ運命なのか偶然なのか、いずれも道のくプロレス、まあユニバーサルを経てテリーボーイは道のくプロレスやってきて、そしてこの新崎人生もこの道のくプロレスに現れてということで、しかも敵対する同士になってしまったというね、人の運命は分かりません。まあだからこそこうやってノリノリなんでしょうね、2人ともね。当然この当時はその2人の関係性というのは明かされておりませんでした。しかし今こうやって見ると、やっぱりかつて知ったる者同士、同じ職場で働いていた仲間同士ということでの、やっぱり負けたくないという気持ち、そういったものがやっぱり試合に現れております。パワースラムを見せましたテリーボーイ。そして顔面を踏みつける。新崎人生にストップをかけるのはこの俺だと言わんばかりに。まあ、しかし当時やっぱり新崎人生のキャラクターは画期的でしたからね。お遍路さんキャラクターというのは当然、すごいボディスラム、荒技もいいところですね。リング下に放り捨ててしまうという。しかもテリーボーイ今マットの角にしたたかに腰を打ちつけてしまいました。ひどい。レスラーでもないのにこの男ミスタートヨタ、ゴッチ式ファイルドライバーを見せとりました。ひどいですね。普通は素人はプロレスラーの前ではプロレスの技を出さないなのに、この男はもう平気でやります。ゴッチ式パイルドライバーから地獄好き。これがミスタートヨタですよ。悪いマネージャーですよね、ウォーリーさんだからこそできるこの悪いマネージャー。もうほぼ2対1となっております。テリーテリーっていう黄色い声援飛んでますね。まあ、この頃ね、まあ、今この倒れ方もう思い切りテリーですね。この前受け身はテリーファンク。まあ、学生プロレス時代はねもうテリーファックの、リングネームで、まあ、本当学プロのやっぱりなんて言いますか、まあ、早々期の、元をたどれば学プロはね全て、このテリーファックに、つながると言っていいでしょう。まあ今現在も学プロ界では大きな影響、力を持っております。そのテリーボーイインサイドクレードルで3カウント狙いますがカウント2。
そしてバックスライド、逆さを抑え込み持っていく、この辺のつなぎやっぱさすがですよね。テリーさんもこの時点ではキャリアまだ1年にないんですね。前年の92年の秋にデビューしているので、ようやく10ヶ月ぐらいなんですけども、この試合運びですからね、まあ、やっぱキャリアを考えるとこの時点での道のくの選手たちって相当やっぱりクオリティ高いことやってますよね。先ほどの第1試合のシリュウ選手の グラウンドさばき、そしてこの攻防、まあ、これは要はキャリアは1年とか2年あるいは3年なんですけども、試合数でね、試合数をたくさん積んで、でやっぱり限られたメンバーなので大体同じカードになるんですね。東北を回ってる間大体同じカードで同じ相手とやることによってやっぱりこうだん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 こう上達してきて、まあ、当時の道のくプロレスよく言われていたのは試合数の多さでそれをこうまあ練習というか、技術を高めるようにしてったっていうのは、当時言われておりまして、新日本とか全日本と比べたらなんかこう素人に毛が生えたようなやつらが勝手に東北で目の届かないところでやってるんだろうみたいに思われがちだったんですけども、実は新日本全日本よりも一つのシリーズの中の試合数が多かったんですね。だ実戦の中でどん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 自分たちの動き、自分たちのキャラクターを、こう磨いていったというのが、この当時の、道のくプロレスでございます。野外なのでこの虫がすごいですね。ライトに照らされて、ライトに導かれて、虫がどん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 飛ぶ中、新崎人生とテリーボーイの一騎打ちが行われております。地獄好き、いや本当これキャリア1年と道のくに登場してキャリア1ヶ月のもの同士の一騎打ちとは思えないですね。一つ一つがやっぱりシャンとしてるというかね。おー、これもすごい、エプロンにいたテリーボーイを喉輪でリング内に戻すという、しかも叩きつけるという。さあそして今ミスタートヨタが何かを渡しました。これはあれですね、仏壇のろうそくを立てる、ろうそく立てですね。これろうそくを立てるので鋭利になってるんです。これが当時の新崎人生の狂気攻撃。さあその鋭利になったこの釘のようになってるところで今一突きしましたね。痛い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 。テリーボーイが自分の額、ああさらに一突き。ついに今日ご覧ください、これが極悪坊主時代の新崎人生。人をいたぶるのが好きで好きでたまらないという表情を新崎人生が見せております。アーテリーが、アーテリーが、どこかで見た風景、グロッキー状態のテリーがロープに引っかかるかのように逆さまのままリング下へ。ここで大テリーテリー、そしてミスタートヨタもここで噛みついております。ミスタートヨタが素人なのに、週刊ゴングの記者なのに、週刊ゴングの記者なのにプロレスラーに噛みついている。93年の時点でプロレスマスコミがプロレスラーに噛みついていたんですね。しかしそれにしても入ってるね、この日これ1000人以上入ってんじゃないかね。これ本当に超満員ですね。まあ、当時のウォーリーさん、先ほども言った通りゴングさんのね、ライターさんでございましたので普通に記事書いてるわけですね。そんな普段普通に記事書いてる人がプロレスラーの下に噛みつくというですね、とんでもない行為をしてるわけ。これがなんで当時批判されなかったかっていう話ですよね。それを多分ね、シュープロの記者がやったら批判されたんでしょうね。記者なのにプロレスラーと同じことやるとは何事だってなるんですけど、まあ、ゴングさん伝統的に許されたのかもしれないですね。あるいはゴングさんも別に許してないんだけども、ウォーリーさんが勝手にやってたのかもしれないですね。ゴミ箱、テリーをゴミ扱いしております。お前はゴミのようなものだと言わんばかりにテリーをゴミ扱い。うわ、これ東北のファンの皆様もテリーコールしたいんでしょうね、やっぱりね。テリーファンクはここにいないんだけども、代わり言っちゃ、と言っちゃなんですけども、テリーコールがしたくてたまらない。しかし悪いですね、新崎人生ね。
このまま88番札所を渡り切って修行をしなかったら今頃どれだけ極悪になっていたかですよね。まあ今や仏様としてね、もう道のくプロレスの仏様としてくるね、皆さんを見守ってくれておりますけども、当時の新崎人生はまだ若かった。場外戦でテリーを蹂躙いたします。もう実質2対1のハンディキャップマッチでございます。散々場外でいたぶって、あとはリング上で仕留めるのみ。ウォーカー坊主がその傷口に爪を立てます。いやー悪い、この悪い、あー神杖、なんとなんと新崎人生がテリーボーイの下に噛みつくという、仏も、これは仏さん、仏の顔も3度までですよね、これね。仏をも恐れぬ行為でございます。まあ、これ先ほども言った通り、東京では全日本とあと女子プロ関係のビッグマッチがあった日だったと記憶してるんですけども、全日本の武道館とで、まあ、やっぱりそっちはそっちで記者とカメラマンを割かなきゃいけないんですけども、見てるとですね、石川さんともう一人シュープロベースボールマガジンのカメラマンさんが映ってるので、まあ、そんな中でもちゃんと道のく初のビッグマッチということで、シュープロはカメラマンを2人派遣してますね。だ鶴田記者1人と石川さんともう、まあ、小山さんっていうカメラマンさんだったんですけども、小山さんが映ってるんで、あーツームストーン、新崎人生がツームストーンを使っていた時代です。そこからこの頃から得意としている拝んでからのダイビングヘッドバット、対空時間の長い独特のダイビングヘッドバット、いやー虫の息です、テリー虫の息。もう一回行くのか、拝んでからのダイビング、おーっとこれは足を出した、かろうじて新崎人生の頭を捉えました。さあテキサスブロンコ、東京都新宿区アマリロ出身のテリーボーイがテキサスブロンコ、むき出し、右、そして左、テリーが行った、オープンタック選手権を放出させます。ボイバス右、そして左、おー、しかし今度は新崎は倒れない。ならばと円錐切り、テリーの円錐切り、まだ倒れません、新崎まだ倒れない。もう一発、今度は正面から、さあテリーのターンだ、ここから低いこのバックドロップ、さあテキサスブロンコでこの劣勢の展開をひっくり返し、そして勝利はこの足を取っただけで大歓声です。ここから殿下の宝刀、スピニングトーホールド、さあテリーが行った、スピニングトーホールドで、しかしミスタートヨタの動きもよく見ていた、トヨタにはスリーパーホールド、そしてダブルアームスープレックス、テリーの兄であります、ドリーファンクジュニアの得意技でもあるダブルアームスープレックスを見せましたが、すぐさま襲いかかりました、蘇生した新崎人生。おー、顔面のストレート炸裂、これにはぐらついた極悪坊主も、これにはダウンです。あー、しかしレフリーを突き飛ばしてしまったテリーが錯乱状態です。これは落ち着かなければいけません、反則を取られてしまいます。しかしテリーは離さない、怒りのテリーは新崎を離さない。ああ、またしても薬師寺レフリーを場外に放り投げてしまいました。レフリー不在の混沌とした状態、無法地帯と化しましたマハランド。おっと、新崎人生のラリアット。ああ、ここでサブレフリーのテッド田辺さんがゴングを要請、結果はテリーの反則負け。しかしそのテリーが捕まってしまっている。あ、これはまずいぞ、まずい。位牌を投げたんですが、これが誤爆。テリーが行った、吹っ飛ぶミスタートヨタ。ゴム針のようにミスタートヨタが吹っ飛びます。そして鉄柱に打ち付けられ、逆立ち、宙吊り状態。勝敗はテリーの反則負けと終わってしまいましたが、テリーが止まらない。場内はしかもテリーを後押しする落とせコール。
いやー熱狂空間となりました盛岡マッハランド。1000人の大観衆が2人の一挙手一投足に、おスリーパーをかけられたまま新崎が勝ち名乗りの手を挙げられましたが、グロッギー状態です。勝ったのは新崎人生。しかし怒りのテリーが新崎をグロッギー状態に追い込みました。ご覧ください、位牌をかぶった新崎人生です。うわー、テリーとしては勝敗では敗れてしまいましたので、そんなバカなという表情を見せております。ああこれ荒れ狂っております。新崎が荒れ狂ってる。新崎の投げ入れた椅子が薬師寺レフリーにヒットしてしまいました。大荒れの人生。まあ反則勝ちでありますが、人生の無敗記録はストップせず、連勝記録はさらに伸びるという形ですね。さあリング中央、椅子に座ってリング中央に陣取り、テリーボーイが新崎人生を挑発する。かかってこいと言わんばかり。しかしテリーと戦った後のアブドラザ・ブッチャーのように、新崎人生は人垣をかき分けて控室に戻ります。まだ荒れ狂っております。荒れ狂う新崎人生、もう絶対に見られない、絶対に見られないシーンです。荒れ狂う新崎人生に逃げ惑う観客という、今を思うととんでもない、26年前のこの現実。いやー、やっぱ人間修行しないとね、やっぱこうやって自分を制御できないんですね。修行前の新崎人生です。いやこれは貴重なシーンですね。こんな時代があったんですね、新崎にもね。しかしこの試合は盛り上がりましたね、現場。ああ帰ってまいりました。さあマイクで何か言ってますね、ミスタートヨタが。まあこれで勝ったと、勝ったと思うなよというか、いい気になるなよみたいなこと言ってるんでしょうね。まあ、これは本当初期の道のく名勝負として、今もやっぱり当時を見た人たちの中では結構語れる試合になっておりましてね。あの反則裁定であったんですけども、本当集中力満点な、先ほどご覧になっていただいた通り、もう一つ一つのやっぱ動作が本当にどうにいってると申しますか、とてもキャリア1年とかキャリア1ヶ月とかとは思えない、やっぱ2人のセンスですよね、これはね。センスでこれほどのものを見せているというのが当時のテリーボーイと新崎人生でした。まあ、そこに、まあ、ミスタートヨタもいい形でね、いいスパイスになっておりました、本当に。これぞ極悪マネージャー、悪徳マネージャーのお手本のような悪徳っぷりでした、ミスタートヨタ。はい、というわけでございまして、第3試合は異種格闘技戦でございますね。まあ、今のやり取りご覧になっていただいた通り、田尻重和はあくまでも精神科医科の人間として道徳を潰すためにやってきたわけですから、ターゲットはサスケなわけでございます。しかしサスケさんが出るまでもないということで、対戦相手を買って出たのが当時の、まあ、格闘技スタイルの米川です。はい、当時の米川はこの橋本真也ばりのパンタロンを見ての通り、どちらかというと格闘技、スタイルを目指しておりました。ということで空手家が、殴り込んできたということで、その対戦相手に名乗りを挙げたのが米川。米川明宏、まさかこの数ヶ月後に現人化するとはこの時点では誰も想像しておりませんでした。もうてっきり本格派の道を歩むとばかり我々は思っておりました。まあけどね、確か仙台、ああいきなりニールキック。仙台の山奥に時空がねじ曲がった空間があって、そこに紛れ込んだことによって、この本格派を目指していた米川明宏は現人化してしまったんですよね、確かね。そしてデルフィン軍団入りするというね。
さあ先制したのは米川ですが、早くも打撃を全開にして田尻がこの道着姿、精神科医科の道着を羽織って道の国に乗り殴り込んでまいりました。早くも中段蹴りでダウンを奪いました。異種格闘技戦なのでダウンカウントが数えられます。さあカウント8でなんとか立ち上がりましたが、膝蹴りキャッチし倒す。グラウンドに行くのか、それとも再び立たせて打撃で対抗しようというのが米川。ああしかしこれかわされしまった。おお、ローリングソバット、まあ、中段回し蹴りというやつですね。中段回し蹴りが溝落ちに炸裂。2度目のダウンを喫してしまいました米川。さあ田尻は何を狙っている。おお、いわゆるニールキック、上段回し蹴り、飛び回し蹴りですね。上段飛び回し蹴りが炸裂。これで3度目のダウン。立てません。10カウントゴングです。田尻圧勝。1分26秒、わずか86秒で異種格闘技戦、空手家がプロレスラーを破りました。圧勝を遂げました精神科医官の田尻重和。さあ敗れはしたんですが、それでも米川コール、テリーボーイ、セコンドのテリーボーイが肩を貸しております。全国ルチャリブリファンの皆さんこんばんは、佐藤です。今日はタカ道のくと当たりますけど、まあタカなんかこんな風にちょんぎちょんにして捨てちゃいますから、皆さん応援よろしくお願いします。今日は先輩超えますということで佐藤選手と戦いますが、自分から寄せれば先輩超えでも何でもないです。普通の今まで通りの試合するだけです。佐藤、お前の足へし折ってやるからな。いやどっちもマイク慣れてない時代ですね。こんな風にしてやるからなって、大将何言ってんですか。この当時は本当にもうね、けどああいうマイクしかできなかった2人がね、その後本当にまあ日本のプロレスシーンを代表する2人になるわけですからね。はい、というわけでございまして、マッハランド大会のセミファイナルでございます。オーバーザトップ30分一本勝負、道の駅正規軍同士のシングルマッチです。当時絶賛売り出し中でした道の駅の若手成長株、高道の駅、そしてメキシコから凱旋し道の駅に合流いたしました佐藤。あのこれ本日って書いてある意味ですけど、これ日本ですからね、これね。メキシコでこのマスクをかぶって、まあ、あのハポネスとして、やっておりましたので、まあ、日本って書いてあるんですけども、あれがまあちょっとね、あのマスクのデザイン的に本日って見えるって、なんであれ本日って書いてあるんだっていうふうに、当時よく道の駅東北で言われていたんですけども、日本でございます。後のディック統合、佐藤のマスクマン時代。本人たち先ほどのマイクシーンとかもう見られたくねえだろうなこれな。はい、だからまあそれを思うとやっぱ貴重ですねこの、放送はね。高道の駅、この、このタイツのところにね道の駅と書かれている、これは、先代であります正道の駅のね、そのコスチュームの、デザインを踏襲しております。もともとユニバーサル時代ザ・グレートサスケが、ザ・グレートサスケとしてメキシコから凱旋帰国する前、素顔でやっていた頃が、まさみ一の、素顔じゃねえや、なんて言えばいいんだ、あの人の場合は。面の皮一枚を、被ってない時代の、ザ・グレット・サスケ、まさみ一の句として活動しておりました。三度傘に、道の句、一人、旅で入ってくる。そしてこのタコサクスタイルというのは、まさみ一の句が築いたものでございまして、そのまさみ一の句から、そのスタイルを継承したのが、高道の句でございます。この年の前年の92年の9月にユニバーサルプロレスでデビューを果たしておりますので、この時点でデビュー10ヶ月です。
まあ、今やジャストタップアウトを主催しております高道のくさん、この時点でデビュー10ヶ月。佐藤選手は90年の6月が確かユニバーサルでのデビューだったと記憶しております。だからこの時点でキャリア3年ですね。3年1ヶ月でございます。キャリア3年1ヶ月の佐藤とキャリア10ヶ月の高道のく、まあ、散々その正道の子から高道の子を受け継いだ時は、何度おめえがそれやるんだよって言ってかなり悪態をつかれてたらしいですからね。まあ、それは高道の子としては、あの当時のユニバーサルの代表である新米久恒さんからこのリングネームでデビューするからなって言われたからやってるに過ぎなかったんですけど、何でおめえがやるんだよっつって、あの俺は絶対認めねえからなって嫌味を言われたっていうのを当時言われていたっていうのを、まあ後に聞いたことがあります。まあ、本当は嫌いだったって言ってましたね、ザ・グレート・サスケのことは。ただその後、キャリアを重ねてやっぱり海援隊道場、を自分で立ち上げた時にやっぱ経営者としての辛さ、あの時ザ・グレート・サスケがどれほどすごいことをやっていたのかっていうのは自分がその身になったことによって、まあ、分かったっていうことを言っておりますね。まあ、その後の2人の関係性は非常に良好でございまして、一つ前の先ほどご覧になっていただいた新木場大会では、昨日タカちゃんと飲んでさとかって、マスターが言っていたので、まあ、そういう間柄になったというわけでございますね。まあ、やっぱり人間っていうのはやっぱり年齢を重ねないと本当のね、お互いのそのなんていうか、そのまあいいところ、そういった部分っていうのはなかなかこう理解できないので、理解は成熟すると言いますか、まあ、時間がかかるもんでございますね。まあ、そんな嫌いだったザ・グレート・サスケだったんですが、前年の11月デビューして2ヶ月あたりの、北海道巡業の時フェリーの中で初めて、名前で呼ばれて、それまでおいとかってしか言われてなかったのが初めて名前で呼ばれて、ちょっと話があるんだと言われて、俺今度東北で道の駅プロレスを立ち上げようと思ってんだ、一緒にやらないかと誘われたことでようやく心が、を開くことができる、できたと、高代表は振り返っておりました。やっぱこう求められてるっていうのが嬉しかったって言ってましたね。あとまともに会話してもらっただけでも嬉しかったと、それどんな関係だよとなるわけでございますけども、まともにかあの会話してもらっただけで、あのこの人についていこうと思ったということでございますね。じゃあそれまでは一体どんなありさまだったんだって話でございますけどもね。まあ、そういう動きをサスケがしている中、当時の佐藤はメキシコに遠征中だったわけでございます。そしてそのメキシコ遠征から帰ってきて、旗揚げから1シリーズ分遅れて、道の国に合流いたしました。まあ、道の国にとっては本当あのタイミングで佐藤が参加してくれたっていうのは大きな大きな戦力でしたね。まあ、当時からもう上手いレスラーでしたから、キャリア3年で本当に、まあ、その後のディック統合のね、下地となるものは全て身につけておりましたので、そんな選手がおっと釜固めを見せます高道のく。そんな選手が手薄のね、あと周りはキャリア1年とかそれぐらいの選手ばっかりいる、サスケ以外はそういう選手しかいなかった道のくの中で佐藤が参加したというのは本当に大きかったです。まあ、この時点でまあ準エースと言っていいんじゃないでしょうか。エースがサスケ、そしてそのエースと戦う、ルード軍の大将がスペルデリフィン、そして正規軍のサスケを、支える準エースがこの佐藤だったわけです。それだけに先輩越えという、テーマが付けられたこの試合、サマーソルト、これも今見せないですね。高道の国にとっては大きな大きな壁です。旗揚げ2シリーズ目からこの高道の区の、7番勝負かな始まったんですけど、それも連敗街道だったんですね。その7番勝負の中で初めてのサスケ高戦のシングルマッチが行われたんですね。釜石かどこかだったと記憶してるんですけども、まあ後にそのね、そこからあれが93年だから、3年ぐらい経ってそのサスケ高戦っていうのが両国の名イベントにまでなったわけですね。あれはテッドさん喜んでましたね。初めて2人が一騎打ちやった時ももちろんテッドさんさばいてて、ほんと東北の固い中で誰も注目しないようなところで組まれていた一騎打ちがあの両国国技館のメインになったわけですからね。ほんと夢がありました。あの時そういう夢を一つ一つ本当に実現させていったのが当時の道の駅プロレスです。
これも当時の高見しとく出してました。フロントスープレックス、レスリング出身でしたので、ジャーマンスープレックスだ。この時点であまり飛び技ね、あいつは宇宙人かと長州さんが言ったような飛び技よりもこういうレスリング出身者としてのスタイルでしたね、当時の高見しとくは。わあ、ヘッドシザースホイップ、この辺はさすがですよね。そしてこの跳躍力のあるドロップキック、一発で吹っ飛ばすという。さあ場外に落ちた高に佐藤がダイビングボディアタック、場外へ。セコンド、まあ、同じ正規軍として2人のセコンドについていればステリーボーイの姿が見られます。そしてこのテッドさんの甲高い声の場外カウント、これも懐かしいですね。道の句の風景っていう言葉はよく言われますけども、道の句の音ですよねこれね。道の句プロレスならではの音でございます。それが鳴り響いております、テッドさんの声。そしてこの声援、これも東北特有の温かみのある声援がどん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 マハランド飛び交っております。道の奥プロレス旗揚げ以来初のビッグマッチ、正旗揚げ戦、正式な旗揚げ戦から数えて4ヶ月。先ほど入場式で、サスケの口から、聞かれたように前年の11月にプレ旗揚げ戦を行っております。そこから数えますと、8ヶ月にしてのビッグマッチということになりますね。サーフボードストレッチからキャメルクラッチに行きます高道の奥。さあ劣勢の撤回をなんとかひっくり返そうと佐藤のスタミナを奪いにかかります高道の奥です。まあ、その後この2人は海援隊デラックスで、合流するわけですね。正規軍、この時点では高道の奥正規軍ですが、その後デルフィンに誘われデルフィン軍団として活動しておりましたが、まあ、その頃だんだんデルフィン軍団がこう結構楽しいプロレスの方に傾いていったと、それに対しプロレスは戦いだろうということで戦いを、極めたいということでデルフィン軍団を離脱し、高道の奥は海援隊に走るわけです。その時の海援隊の大将がこの佐藤、後のディック統合となります。海援隊はこの、佐藤、後のディック統合、そして、テリーボーイ、後のメンズ帝王、そして紫龍、この3人が平成海援隊を結成して、スタートいたしました。その後そこに高道の奥、そして、船木翔一が加わり、さらに中島半蔵も加わり、海援隊デラックスとして生まれ変わり一大勢力を誇りました。まあ、そういう歴史がどん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 積み重なれる前のこの93年7月24日の道の奥の風景です。フロントキック、まあ先月ね、その旗揚げ2戦目の二戸大会を発掘して見ていただいた時は、まあ、やっぱり前半は結構なんかリズム的に合わなかったりとかおずおずしたりとか、まあ、技の失敗が目立ったりとか、あ、やっぱこの時点でやっぱこれぐらいの、ね、中でやってたんだなっていうのが、まあ、記録映像として本当確かなものとしてこう我々、現実として見ることができたんですけども、そっからわずか4ヶ月で本当に各選手がねしっかりしたものを見せておりますよね。だからこの4ヶ月間での試合数相当だったんですよね。その中で磨きをかけてどん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 こうブラッシュアップしていき、そしてクオリティを高めてこの初のビッグマッチに臨んだわけでございます。ショルダー、リープロック、ヒップトス、そしてドロップキックと。さあタカ、ここで飛びますか、宇宙人プランチャー。この時点では宇宙人プランチャーという名前は付けられておりませんでした。宇宙人プランチャーと呼ばれるようになったのは、先ほども申しました通り94年4月16日のスーパー J カップファーストステージで高道の奥の試合を見た長州さんが、あいつは宇宙人かと、驚いたという逸話が今も残っておりますけども、そこ以降から、高道の奥のこの、スワンダイブ式の場外へ飛んでいく技が宇宙人プランチャー、あるいは宇宙人ケブラーだと呼ばれるようになったわけでございます。なのでこれは宇宙人プランチャーとなる前の、まあ、原型と言っていいでしょうか。
さあ、後に TT ガンズを結成するテリーボーイと高道徳が2人今並んでおりました。もちろんこのテリーボーイは後に先ほど申しました虜の佐藤と組んで平成海援隊を結成するわけです。ラリアット早い。やっぱ今のディック統合のやっぱなんて言いますか、うん、やっぱ源流がありますね、動きを見ていてもね。得意の、ああ行かない、パースラム狙ったんですが行かせません。回転 B 固め、当時の、佐藤の最大級の、技、決め技は、パワースラム。これもカウント2、飛びつき式の回転 B 固めでしたがカウント2。うわあ強引にジャーマン後方に持ってきました。高道徳に対する女性の声援がすごいですね。さあここで狙うはダイビングセントンですかね。いや立ちますね、ダイビングセントン行かない。この時点でダイビングセントン使ってたかとかちょっと僕記憶にないんですけども、ここはミサイルキックですね。ただメキシコ遠征時にダイビングセントンはインスパイアされてるんですね。佐藤選手のダイビング、要はディックと、ああ、これパーサーム、まずい、これ食らったら、ああ返せなかった、やはりこの時点での最大級の必殺技、決め技でございます。パースラム一発で高道の句を抑えました。多分ダイビング戦闘を決め技とするようになったのはディック統合になってからですよね。ただ先ほども申しました通り、メキシコ遠征中にペロアグアイオ選手を見て、あ、この技はいい技だと思って自分も使うようになってフィニッシャーまでに高めたのがダイビング戦闘でございます。いやこの辺やはりキャリアの差、そして実力の差を見せつけられたと申しますか、健闘した高道の奥ですが、パワフルなパワースラム、しっかりと自分の体重を乗せたパワースラム、これを食らっては高道の奥返せませんでした。先輩超えマッチオーバーザトップは12分41秒、パワースラムからの片指固めで先輩であります佐藤の貫禄勝ちです。先ほども申しました通り、このシングルマッチからディック統合と高道の句の物語は本格的に始まるわけです。今日、7.24、マハラジャ大会は私の引退をかけて、もう選手生命をかけて戦います。もうとにかくね、スペルデルフィンにもすべてをぶつけます。負け勝っても負けても悔いのないように全力で頑張ります。応援よろしく。サスケよっけ。ついにこの日が来たぞ。おい、これがね、楽しみだったんだよ。もう全然俺は眠れなくてな、この日が待ち遠しくて待ち遠しくて本当に楽しみだったんだよ。いいか、はい、お前のためにな、この日を用意したんだよ。だけどな、あ、俺らがな、ベルトを持って帰るからな。なあデルフィン、はい、俺がサスケ、俺ら今日がな、もう最後のチャンスやからな、お前おいどけ、俺ら今日でな、お前取られんかったらな、お前な、もうお前どっか行ってな、お前な、社長でもやっとけよな。大阪一番。いいっすねこれね、やっぱ時代性を感じさせますね。2人の、試合前の、マイクアピールでございましたけども、マスクをかぶった、人たちに牙で担がれて東北の英雄登場いたしました。どっかで社長やってるってすごいっすねあれね。もう完全に言葉詰まってましたね、言葉が浮かんでこなかったですね、デルフィンさんも。まあ確かにこの試合負けて引退したらもう社長業やるしかないですからね、実際問題。まあさすがに社長業まで辞めなかったと思いますので、チャンピオンとして入場してまいりましたスペルデリフィンです。先導するのはミスタートヨタ、この日が楽しみで眠れなかったって言ってましたね。どんだけ楽しみだったんだよ、そんなにサスケが負けるとこ見たいのかとなるわけでございます。ああもうね、こちらにはこう綺麗なお嬢さんが花束をね、まあ当時のスペルデリヒンさんはもう元々でございましたからね、マスクマンにもかかわらずマスクをかぶってるのに喜怒哀楽が分かるというところで人気があったわけでございます。表情、マスクをかぶってるのに表情が変わるというのが当時のスペルデリヒンだったということでございます。さあこちらザ・グレート・サスケには正規軍の佐藤、そして高道の子がセコンドについております。もちろんテリー・エーボーイもおります。総力戦ですね。
さあ、あ、若き日の滝沢専務ですね。これはすごいな。滝沢専務の若き日の今針治療の先生がなんかやっておりますけども、確かあの世の中に携帯電話が普及していない頃に、早くも、ザ・グレート・サスケに携帯電話をね、こうもたらせたという方でございます。それが縁で道のくプロレスの社員、専務になったという滝沢専務でございますね。そしてテッドさんがこの UWA 世界ウェルター級のベルトを持ち、まあこれは、メキシコと同じでございます、タイトルマッチ前の記念撮影、戦う選手、そして、コミッショナー代理レフリー、そしてセコンド陣も入っての、この記念撮影というのが恒例となっております。さあ、まあ道のく旗揚げとして、後の初のシングルマッチです。チャレンジャーとしてこの試合に臨みます。ザ・グレート・サスケ忍者コスチューム、難攻不落デルフィン軍団総帥スペルデルフィン、砂漠レフリーはテッド・タナベ。先ほどから何度も本人が口にしている通り、この試合負けたらザ・グレート・サスケ引退。これはですね、あの近くでたまたまだったかな、花火大会が行われておりまして、これ確か偶然だったんですよ。これあの道の奥の方であの花火仕込んでこう上げるようなそういう財力がなかった時代ですから、あの先ほどね北上川っていうあの言葉が出ましたけども、多分北上川で行われた花火大会と記憶してるんですけども、開始のゴングと同時に花火が舞い上がるというね、なんかあの新生 UWF のあの有明コロシアム大会みたいな偶然性ですよね。これで一気に盛り上がっちゃったんですよね、場内が。おお、ルードのデルフィンにもデルフィンコール。さあコールを要請しているデルフィンの背後をついてドロップキックを突き刺して、早くも飛ぶのか、早くもフェイントをかけて、ああ、スワンダイブで場外へ。これも今は当然見せないですよね、マスターはね。マスターが今これ見せたらそれこそ奇跡ですよね。先制ヒットはザ・グレート・サスケ。相手の飛び技を読んでいたデルフィンがディフェンスしたんですが、その後にできた隙を生じて、あ、た、その当時サルトビダイブとかなんか勝手に我々なんかあのリポートの中で書いてたと思うんですけどね、あのスワンダイブ式の、場外飛んでいくやつは。出鼻をくじかれてしまいましたチャンピオンです、スペルデルフィン。でユニバーサルでもこのベルトをかけて何度か対戦してるんですけども、確かこの時点で勝ち越してるのは確かデルフィンだったと記憶しております。シングルの戦績としてはデルフィンの方が分が良かった、という状況での、まあ、だからこそどうしても勝たなければいけないで自ら退路を断つために引退をかけると言い出したわけでございますね。ああ、これはデルフィンがマスクに手をかけてますね。そこで円錐切り、一つ一つの技のキレが本当群発ですね。この時のスペルデルフィンは本当あのルードのお手本のような試合運び。エルボードロップ、そして首四の字というね、流れるような攻防でサスケのスタミナを奪いにかかります。トヨタって書かれておりますね。なんかあの出番が来るごとにあのミスタートヨタさんの額に書かれてる文字が違うんですけどもね、さっきはなんかあの新崎テリー戦の時は肉って書かれてたと、思うんですけども、これはトヨタと書かれております。一回一回ペイントし直してるんですかねこの方はね。ああ、そしてサードロープを使っての首締めですね。またこのミスタートヨタというマネージャーが手を出すことでこう東北のファンが怒るんですよね。邪魔するなと、何しに来やがったとかいろいろこう
それでこうだん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 盛り上がっていくというね。いや本当にあのウォーリーさんがいなかったら道の空はもう今ないですよ本当に。ウォーリーさん、それからねレフニーのテッドさんと、こういう人たちがいなかったらその後の道の空は絶対にありません。もう私なんてそのほぼほぼ出来上がってからの道の空、を見てウヒャウヒャ言ってるだけですから。本当に道の空プロレスという団体のに功労したのはテッドさんであり、ウォーリーさんであり、もちろんさっきリングアナウンスやってたシノちゃんであり、そういう人たちがいたからこそ、まあ、今も道のプロレス、世代が変わって続いてるわけです。ショルダーネックブリーカー、一個一個の技本当に的確に決めてますね。この翌年の4月にスーパージェ第1回スーパー J カップが行われて、そこで道のプロレスの存在が全国区になるわけですね。だからこれはまだ全国のプロレスファンが道のくプロレスを知らない段階です。まあ東北になんか団体ができてユニバーサルでルチャやってた、サスケとかデルフィンとかが東北で何かをやってるぞっていうところまでは、まあ、伝わってくるんですけども、生で見てる人たちはほとんど東北の人たちだけだったので、実態自体はつかめられてなかったんですね。その実態が全国区となったのがスーパー J カップに高道のくスペルデリフィンザグレットサスケが、参戦し、そしてその中でもサスケが、準優勝を果たしたと。それによって一気に道のくプロレスが全国区になっていくわけでございます。そういったサクセスストーリーが来る前でございますね。自分たちの力、自力のみで1000人の観客を集めたこのマッハランド大会。けど実際まあそのね、この試合負けたら引退かけるって言って上がってるんですけども、実際本当このマッハランドがこけたらこれもまたやばかったですからね。余裕もないですし、マッハランドビッグマッチって言って、まあこの時点で提供できる最高のシングルマッチをメインに据えているのに満員にならなかったりとかしたら、まあそれぐらいのまあ認知度だった、それぐらいの人気だったっていうことになるわけでございますので、本当にこのマッハランドは社運をかけてやった大会でした。まあ、それだけに先ほどの大試合から見てて、やっぱ各選手気合入ってますね。東北特有のなんていうかこう、まあ緩さも魅力ではあるんですけども、あんまりこう緩さがやっぱりこのビッグマッチ、この日に関してはないですね。お笑いの部分も笑える部分もあるんだけども、それはちょっと緩さともちょっと違う、きっちりした笑いの、構築の仕方と申しますか、今の投げ方なんて今やらないですからね。ザ・グレート・サスケ腕を取っての潜り込んでのダックアンダー気味に持っていくというね、あのスープレックス、本当この当時はもう持ち得るものをもう全て出し尽くすという、姿勢ですね2人とも。いや青かったといえば青かったですね。そんな青かったね、みんなが今や本当日本のプロレス業界においてレジェンドの域に達してきてるわけですからね。サスケ、デルフィン、高道の空、メンズ帝王、ディック統合、みんな今もやっております。さあこの辺りからルチャ独特の動きになってくるでしょうか。いやまだですね、まだ相手のスタミナを奪いにかかります。そして動きを止めにかかります。スペルデリフィンレッグロックからマスクに手をかける。まあ当然これ本当にマスクを取ってしまったら反則負けになるので、マスクを、取るギリギリのところで、まあ、揺さぶりをかけるわけですね。そして股間への攻撃、確か UWA のタイトルは反則でも、王座が移動いたしますので、デルフィンとしては相手のサスケのマスクをいくら素顔を晒したいと思っても、丸々取ってしまったら反則負けで王座が移動してしまいますので、その前に止めます。そしてレフリーが見てないところでマンハッタンドロップ、これも急所。ああ挑発しております、ミスタートヨタが挑発しております。笑い方が、あんな笑い方する人間が本当にいるのかっていうぐらい、なんかもう絵に描いたような悪い人間の笑い方ですね。ガハハハハと、もう全てのディティールがたまらんですね、この頃の道の句は。
本当にそれぞれがそれぞれの自分のやるべきポジションをしっかりと全うしてますね。だある意味やっぱりフォア・ザ・チームなんですよね。自分のやるべきことをみんなしっかりと全うしてるから、これだけ短いキャリアでもこれだけ人を引きつけるものを当時から見せていたわけですね。今のホイップもいいですね。そしてサマーソルトキック、初代タイガーマスクを彷彿させます。それに対し風車式バックブリーカー。さあ今度はデルフィンが飛ぶと見せかけて飛びません。こうやってお客さんを手玉に取っております。だこの頃の道のくプロレスを見に行ってね、自分もプロレスラーになりたいと思って今プロに入った人たちがたくさんいるんでしょうね。傍らにテリーボーイがしっかりとついております。正規軍のセコンドはテリーボーイ、高道の空、佐藤、デリフィン軍団のセコンドはミスタートヨタとグランナニワ。これもスペルデリフィンの得意技の一つでした、高速ブレンバスターカウント2。まあ、この頃のスペルデリフィンを見て、現在の黒潮イケメン二郎のパパですね、イケメンパパがデリフィンのファンになり、そしてその影響で黒潮イケメン二郎も、スペルデリフィンのファンになっていくと。さあここはデリフィンが優勢です。足をすくう場外サスケコールですが、それをせせら笑うかのように釣り天井に行こうとするスペルデリフィン、釣り天井に持っていく。いやほんとこのデリフィンさんは、まあ後年そうじゃないっていうわけじゃないですけど、本当に一つ一つの技を教科書のように決めますね。すごいね、この時のデリフィンさんは。この投げっぱなしのダブルアームもね、バックランドのようなダブルアームスープレックスです。やっぱこういう好敵手がいたからザ・グレット・サスケの人気もまた高まっていったんでしょうね。まあそういう意味ではね、本当お互いあの時にあの時点でライバルにならなかったらその後のお互いはないんですから、もうそろそろ和解してほしいんですけども、まあデルフィンさんは大人だから全然もうね、あれなんですけども、もう一歩の方がですね、未だに和解してないと、道であったらデルフィンに会ったら叩き切るとかって言い続けてるんで、もういい加減にしろって言いたいんですけども、未だにね和解しない言ってますからね。まあその後に訪れるいろいろがあってですね、この頃のこの映像をもう一回ちょっと見てほしいね。この時のスペルデルフィンがいるからその後のザ・グレート・サスケがいるわけじゃないですか。ミシノクプロレスを盛り上げるというまあね思いは一致していたわけですよ、戦う者同士であっても。いやな、本当今こそその関係に戻ってほしいとは思うんですけども、まあ今はねなんかこう違う方面に行っておりますので、東北の英雄もサークル活動に勤しんでおりますので、なかなかそのチャンスが巡ってまいりません。で数年前になにわさんの法要でみんなが集まった時ですね、まあそういう時は普通に同席この2人するんですけども、なんかマイク、試合終わった後のマイクでもうわざとらしくデルフィンさんのことをサスケ会長はデルフィン先生はデルフィン先生はっていう言い方してですね、絶対これ嫌味で言ってんだろうな。その時デルフィンさんが泉市選でね当選して議員さんになっていたところで、本人がいるところではあんなの俺の後追いだとかって言ってるのに、本人を前にするとわざとらしくデルフィン先生はっていうか言うわけですよね。もう本当この人はあれだなと思ったわけでございますけども、まあ、そんな関係が未だに続いているサスケとデルフィンでございますが、遡ればこういうね本当に好敵手という呼び方がふさわしいいい攻防を見せているわけでございます。ここはチャンピオンのデルフィンがじわりじわりとサスケを攻めておりますが、アブドミナルストレッチ切り返します。しかしこれを投げで返すデルフィン、チッチッチッと、そんなもんは俺はワイには効かんわと、ワイって言ってましたね、そういえばね。
さあパイルドライバー、最初の確かメキシコ遠征の時現地でこの2人一緒だったんですね。でその時にもう道のくプロレス構想っていうのはなんか語ってたらしくて、近い将来自分はその地元である東北でそのプロレス団体を旗揚げ、したいんだよと、やりたいんだよっていうことをなんかまあユニバーサルではデルフィン選手の方が先輩に当たるんで、その時は、マサ・ミチノクはスペルで、モンキーマジック脇田の後輩だったんですね。だ後輩であります、マサ・ミチノクが、メキシコで、一緒だった先輩の、モンキーマジック脇田に、そういう構想を言ってて、でそしたらモンキーマジック脇田さんも、俺は大阪だから大阪を拠点になんかいろいろ活動ができたらっていうことで、脇田プロダクションっていうのを設立し、要は道の正規軍対デルフィン軍団っていうのは東北対大阪、関西だったんですね。岩手対大阪です。岩手対大阪、東北対関西というその、構想をそのまま軍団化して道の区のリングで見せるというのが当時のコンセプトだったんですね。だからさっきのグランナニワのようにすごく東北のファンが見ても大阪のカラーだって分かるようなキャラクターをちゃんと作り上げて、やってるわけでございます。最近ではね、佐々木隆さんが群雄割拠っていうのをやっておりますけど、その走りですよね。その日本の、地域と地域による対抗戦でございます。そういう発想です。側転エルボー、さあここから着地し蹴りを見せてラ・ケーブラーだ。ですぐミスタートヨタがダウンしているスペルデリヒンをタオルで仰ぐというね、この細かさ、これができる人とできない人で全然違うんですよ。そしてね、ザグレットサスケの方も煽られてますね。やっぱセンスですよね。ウォーリーさんやっぱりプロレス大好きでしたから、こういうセンスがちゃんとあるんですよね、レスラーでなくても。さあ先にリング内に戻ろうとしたサスケを引っ張って椅子攻撃、さっとね、これ高道徳がこう近づくじゃないですか。これも当時のサスケの教えですよね。セコンド業務というのがどういうものかというのをきっちりも叩き、スパルタで叩き込まれているんで、お客さんを守ると同時にやっぱりセコンドっていうのはああいう機敏な動きをしなきゃダメだっていうことがちゃんと教え込まれてるんですね。さっとこうグロッキー状態の垂直落下式ブレンバスター選手にこうさっと近づくっていうのが本当セコンドの動き。道の区系の団体大阪プロもそうだったんですけど、本当にセコンドの動きが鍛えられてましたね。ツームストーン、暗闇の点ですね。さあここからデルフィンが溜めてのダイビングエルボードロップ、カウント2。ダイビングエルボードロップをカウント2で返しただけで、この脇っぷりですからね。それまで割とオーソドックスな攻防をしていたんで、ダイビングエルボーがとてつもない大技に移るわけですね。さあそしてここからアッパーカット、そして飛距離のあるスイング DDT。 この頃はまだそれほど飛距離伸びてないですね。後年になるとリング中央にまで引っ張り込むぐらいの、そしてここからデルフィンクラッチ、これは行かせない、蹴りで行かせません、ディフェンスいたします。ならばと高速バックドロップ、そのままホールド、後のデルフィンスペシャルにつながっていくわけですが、このバックドロップホールド返します。ドロップキック、いいドロップキック。そして飛ぶのはサスケだけではありません、もちろんこちらも飛びます、場外ダイブ。いやー、ほんと流れるような攻防ですね。なんか本当なんかビッグマッチのメインイベントのシングルマッチの本当にお手本のような流れです。これ悪い方のセコンダが手を出すシーンもあれば、飛び技もあって、飛び技がこうクライマックスになるんじゃなく、その後の攻防もしっかり続くという、
前半は、まあ、トラディショナルなレスリングを見せ、中盤からだんだん流れが変わってきて、中盤から後半にかけてさらに盛り上がり、そして終盤に流れ込んでいくという、それをこのキャリアでこの2人がやってたというこの驚きね。見てください、セコンド必死じゃないですか。すごくリアリティが出るんですね、これね。セコンドも戦ってるわけです。さあボディースラム、あしかしさ、サスケが立ち上がったところでダイビングボディアタック、これを切り返しフォール行く、ウカウント2、悔しがるセコンドのテリー、ドロップキック、再び場外に落としました。さあサスケ何を狙う、先ほどケブラーダはもうすでに出している、ここで見せるのがサスケスペシャル2号ですね、これはね、サスケスペシャル2号です。ケブラーダ上ではなく前方に回るという2号を見せました。まあ今ね、こういったあの1号の方はね、ケブラーダの形で飛ぶんですけど、あれをオスプレイとかね、いろんな選手が今オマージュしてますけども、元祖はこの男です、サスケスペシャル。まあまさみちのく時代から使っておりましたからね、その時は道のくスペシャルと呼ばれておりましたけども、ザ・グレートサスケになったということで、サスケスペシャルを炸裂させました。だから本当にこれスペシャルっていうのは名前だけではなくて、本当ここぞという時しか出さない、ラ・ケブラーダよりも上級の技をビッグマッチだからこそ繰り出すという、ビッグマッチ感が出るわけですよね、これによって。カウント20、ギリギリでリング内に戻りましたチャンピオン。ここからブファドーラを炸裂させる。カウント2、みんな一体になってカウント数えてますからね。いやーもうこの時点で全日本にも新日本にも負けないぐらいの熱気。もう一回コーナー飛びついてのケブラーでカウント2、ムーンサルトアタックですが、これもカウント2。さあそしてサスケはエプロンに出ました。エプロンに出てウルトラウラカンラナー、これでエビーに固め、スリーカウント。そしてすぐさまセコンド陣が牙に、3つ入ったのかと、3つ入ったのか確認してから喜ぶザ・グレートサスケ。そしてこの瞬間にも、いやー夢中のあまりスリーカウント入った瞬間、自分が勝ったのかどうかわからないんですが、セコンド陣に担ぎ上げられて、セコンド陣にスリーカウント入ったことを確認してから喜ぶ東北の英雄、大サスケコール。UWA 世界ウェルター級のベルトを掲げます。すごい盛り上がり。まあ、それぐらいこの当時のスペルデリフィに勝つっていうのはすごく大きなことだったんですね。みんなのものっていうのをプロレスラーの口から出ること自体が異例だったんです。プロレスラーっていうのは、まあ、あくまでも本当ね、自分が頑張って自分が勝ってっていうあれだったのが、みんなという要するにファンも一緒だっていうことを口にすること自体がこの当時はなかったんですよ。もうみんなって聞いてもみんな大喜びですよね。俺たちも道の奥プロレスだと、道の奥を応援しようと思ったでしょうね、これはね。そしてこのリングサイドを囲むこの人、第18代王者となりましたザ・グレート・サスケ、これがサスケにとって初めての UWA 世界ウェルター級タイトルダッシュでございます。いやーもう今見ても大成功ですね、このビッグマッチは。初めてのビッグマッチですよ。この頃岩手県盛岡市の材木町にあった自宅を改造して作った道の駅プロレスの事務所は木造ですよ。木造建ての東北の小さな団体が1000人集めてこの熱気を生み出したんですよ、旗揚げからわずか4ヶ月で。
そしてサスケのコスプレをしているちびっこをね、こうやって今このちびっこ何してますかね。もう一生の思い出でしょうねこれね、小さい頃の。これが後の新潟オクタゴンになったんですかね、そんなことはない見て、総立ちですよ、全員立ってますよ、すごいなあ。これ当時現場に行けた鶴田記者が羨ましいね。でこの頃のザ・グレット・サスケは本当にファンを大切、今が大切してたわけじゃないけど、今も信者を大切にしてるんだけども、本当この時はもうあのエンターテインメントというものが何か、サービスという、お客に対するファンサービスというのが何かというのを本当にあの考えてる人だから、ああやって何人の人がこう集まってきてもちゃんとこう一人一人こう握手していくわけですね。もうそれであの試合終わった後出待ちの人たちに囲まれたりとかすると、本当はなんか次の仕事があってあのリムジン、自慢のリムジンに乗って急がなきゃいけないんだけども、最後の一人になるまで一人一人サインに応じていたのが当時のザ・グレート・サスケでした。まあ有名な話ですね、あれ誰かが新人の時に、まあサスケ、まあ当時社長です、サスケ社長がこの後急いでるんで、そのサインくださいっていう人たちがいるんで申し訳ないんだけども、社長が急いでるんでちょっとあの遠慮してもらえますかって下げようとしたら、お前このビジネスを舐めてんのかって怒り言い出して、あのちゃんと全員にサインしたっていうのが当時のザ・グレート・サスケでございます。はい、まあ、そういったものがこれ伝わりますね、この盛り上がりを見るとね。はい、以上でございました。1900、あ、まだありますね、なんかセンスで申しばらく元気続けて、あ、鶴田記者映ってますね、左にね。申しばらく元気って未だに続いてんじゃねえかよ。来月中にでもね、また防衛戦だったらリターンマッチとか何でも防衛戦します。